パピークラスの様子を紹介していきます。ダックスのミューちゃんとチワックスのリリーちゃん、お互い興味津々ですね。まずは歯磨きの練習からしていきます。ご飯をもぐもぐしている間にシートで歯を触らせてもらう練習をしています。パピーのうちは無理せずに短い時間で終わらせてあげてください。続いて待ての練習です。同じ姿勢でいてくれたらご飯をどんどん追加してあげていきます。伏せの姿勢が得意なワンちゃんは伏せ待てで、お座りの姿勢が得意なワンちゃんはお座りができたらご褒美、そのままで入れたら2個目を追加っていう風にしていきます。豆柴のジジュちゃんも頑張ってお座りしてくれてますね。続いてくるーんをしていきます。くるんは手を好きになってもらうためのウォーミングアップにもなります。手を好きにさせる、手にくっついてくることを教える、このくるーん反対ウォーミングアップでいつでもどこでも誰がやってもできるようにしておきましょう。みゆちゃんのくるんは早いですね。そしてジュジュちゃんも素早くくるん反対回ってくれています。上手にできました。そして仰向けの練習もしていきます。毎日1分この姿勢でリラックスができるようにしておいてあげると動物病院の診察がとっても楽になっていきます。そしてお遊びタイムです。ジュジュちゃんとミュウちゃんはもうすっかり仲良くなっていますね。ホテルにお泊まりに来てるワンちゃんも一緒に遊んでいきます。リリーちゃんはちょっと緊張してしまっていますけれども、だんだんとね慣れていってくれると思いますよ。いろんな飼い主さんとの触れ合いもできるし、クラスメイトのワンちゃんとの交流もできるので、とってもいい社会科になりますね。社会科期の間に他のワンちゃんとの交流が足りていないと、お散歩にお出かけした時にワンちゃんを見つけるたんびに興奮したり怖くなって吠えてしまうっていうことがありますので、しっかり社会科期の間にワンちゃんとの交流に慣れさせておく必要がありますね。後半のお遊びタイムでは、チワックスのリリーちゃんの尻尾もだんだんと上がってきましたね。ワンちゃんを遊ばせている時にはぜひ尻尾を観察してほしいんですね。尻尾が下がってしまっている時にはちょっと助けが必要かな、尻尾が上がっている時には見守っても大丈夫だなという感じになります。好奇心がまだ残っている子犬ちゃんの時期だからこそ慣れるのも早いですからね。パピーグループレッスンにご興味のある方は概要欄からどうぞ。いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。